警察が来てない。あれ？違うか。あ、警察だな、これ多分。もういちいち呼ばないでよ、警察、ほんとに。ほんと、警察に迷惑だ、やめた方がいいですよ、ほんとに。多分警察だな、多分。親が喋ってるもん。昨日も警察呼ばれたんだから、多分。昨日も俺ね、自販機食堂行った時に、なんか、配信を終わって帰ってる時に、なんか対向車でなんかパトカー来て、で、そこ、僕行ったとこなんかすごい山奥で、6時ぐらいだったと思うんですけど、夕方の。まあ多分、俺なんだろうな、みたいな。そんなとこ警察通ります、みたいな道だったんで。まあ、ただすれ違っただけかもしんないけどね。すれ違っただけかもしんないけど、多分俺だと思う。わかんないけど。多分警察じゃない、なんか親が喋ってる。もういちいち警察呼ぶのやめなよ、ほんと迷惑かかるから。迷惑だよ、警察も一回一回来ないとなんだから。いや、近所の人が通報するわけないじゃん。あー、匿名の方、10個、やったー。これ多分1個100円ぐらいのやつですね。ありがとうございます。やったぜー。ゆうさく、前澤ゆうさく、宇宙のゆうさく、やったー、お金配りー、やったーです。台本じゃないってない、いや台本じゃないですよ。だからね、みんなんちからしたら異常なことかもしれないけど、うちだとこれ日常なんで、昔からあんななんで、うちこれ普通なんですよね。だから普通のなんかさ、みんな、自分家の家庭、一般家庭、普通の家庭となんか比べすぎなんですよね、人ん家の家庭を。自分家がこうだから、この家もこうだろうとか勝手に決めすぎっていうか、世の中にはとんでもない家庭ってあるから、本当に。ねえ、ほんと。まあ、俺は行かなくても大丈夫そうかな。わかんないけど、親が対応してるし。警察芸じゃねえよ。だって、芸ってなんで、俺、呼ばれてるんだけど。俺が呼んだんだったらわかるけどさ、警察芸って言われても。別に俺呼んでないんだけど。俺呼ばれてるんだけど、逆に。終わるか。なんかもう、長々話してるだけだし。
まあどうせ大したことじゃないですよ。なんかまあ適当に帰ると思うんで、血圧も。はぁ。うん。まあ終わりますか。終わりますか。まあどうせいつものことなんで。大したことじゃないんですねってね、帰ってくると思うんでね。もう日常茶飯事なんで、警察がうちに来るの。でも警察側もね、なんかもう、毎回はなんかもう、また関さんですよねみたいな対応だからさ。毎回。うん。まあ一応こっちもね、なんか電話、通報あったら来なきゃいけないんだよねみたいな。で、どうせすぐ帰ってくる、そのいつものパターンなんだよね。昔なんか歌舞伎町にキャスバーってあったじゃないですか。キャスバーが確か歌舞伎町ってなんかちょっと治安が悪いイメージがあると思うんですけど、そんな治安が悪い、イメージのある歌舞伎町の中で一番警察呼ばれる店ですとかつって、なんか経営してるやつが、なんか自慢げに言ってたけど、まあそれでむしろ自慢になるのかって話なんだけど、でもね、これ一つ言えることはね、多分ね、俺こんな田舎、僕長門ってとこ住んでんすけど、田舎のね、埼玉の。埼玉の長門って多分一番警察呼ばれるうちだと思うよ、ここ本当に。本当に。埼玉の警察で、あ、埼玉の長門で、多分一番警察が来てる家だと思う、うち。間違いなく多分、それだけは言い切れる。でこんな田舎でそんな警察なんで滅多に来ないですから。本当に。一ヶ月何回警察来てんだよってぐらい呼ばれるんですけど、うん、本当にさ、こんな田舎でそうそう警察なんて家来ることないですからね、うん、間違いなく長トロ1だろうな、警察来る回数で言ったら、うん。まあ、ということで終わるか。もうね、多分警察もそのうち帰るんで、今話してるみたいだけど。まあ、どうせ話していつも帰るパターンなんで。まあ、特に見どころもないし、あと別にふわってて警察映せないからさ。うん。ということで。じゃあ終わりますか。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。まあ、また適当に配信します。お疲れ様です。ありがとうございました。チャーハン食べましたもん。お疲れ様です。